ミュートにしますね。はーい。人でも結構こっち面白いな。なんか証拠集めするのおもろい。なんか結構見えるからさ。笹田こう、笹田こう、カツアイ、アイカツ、笹田こアイカツ。フォロワーいい、かつ相かつ、ボボボボボボボ相かつ、ささ、はい、え、今南田の勝山さんじゃないのか、誰だあれ。俺開幕電気待機してて、でタコマンさんが、うん、リアクターの方に行ってたのは見えてるんですね。それ俺も見てる。リアクター前で俺見てる。はい。で、はい、しょぼすけさんが電気のとこに来て一緒で待機してたじゃないですか。で、オキシが鳴って、しょぼさんと俺で一緒に行って、アイセンさんもそこで合流 しました。はいはい、で、カツニオンさんも O2 が直してます。で、この4人はね、ないんですよ。ないですね。カツさん、しょぼすけさん、うん、アイセンさん、俺はなくて、はい、残りの4人。あ、で、僕いつか、じゃあその続きの話。で、その後、いいんで僕、いや、整理しただけだろ。その話の後の続きの話になるんですけど、ウェポン側も治るの見ました。で、僕そのまま、メドベイ側行ったんですね。メドベイの通路で。そしたら、監視カメラを見てるヘンリーさんがいたんですよ。はい、でそれ以外に左側にいなかったので、キルチャンスが一番あるのは僕の下だとヘンリーさんのかなと思ったので、ヘンリーさんの証言を聞きたいです。僕は、タコマンさんと一緒にメドベーを通っていったんですよ。メドベーの前に通って、はい、で、はい、タコマンさんだけ、メドベーの中に入ったんかな、分かんないですけど、僕はそのまま直通で、セキュリティに行きました。はい、でずっとセキュリティ見てたんで、それは起き資源になった時もずっと見てましたね。はい、カメラは光ってたな。そうで、タコマンさんがどこ行ったかは分かんないです。だからそこで僕の方が多分前にいたんで、最終僕の目撃はタコマンさんはメッドベイ。ちょっと人だけ今グレーゾーン出てる俺、あの白情報アイセンさんとかに出してほしいんだけど、俺ずっとメドベイ通路とかにいたの見てる。アイセンさんだっけ、誰だっけ。まあちょいちょいいましたね。なんか怖そうに逃げてったのってアイセンさんだっけ。俺のこと、俺も見てました。釈迦さんがメドベイの通路いるの最後、ウェポンのところで。その後、ラビの方行きましたよね。もう一回鳴らせないか、もう一回鳴らせ、ちょっとつまんない方法がいい。俺鳴らす、俺鳴らす。やばい、ちょっともうやっぱ最後までちょっと自分が喋りたいことを待機してると話がまとまんなくていいことねえな。俺これ1000回ぐらい言ってる気するわ。朝愛、ホロショボ、絶対なんか鳴るから俺は動かない。
はい。なんか、笹さん、なんか余計なこと言っちゃったみたいで、すいません。いやいやいや、じゃあすいません、ちょっと話したいんですけど、はい。ディアクター、大騎士がおった後に、ディアクター側に走ってった2人、はい、誰ですか？ホロンさんと誰かだよね、多分。リアクター側に走ってったの、最後ですか？カフェから、リアクター側に行ってた人いるじゃないですか。それカメラ情報で、ショボさんとホロンさんっすね。なんでさ、はい、俺さっき気になってたんだけど、ショボスケさん、俺のこと話してくれなかったんだろうってちょっと思ってたんだけど。あ、僕気づかなかったっす。ちょ、話させてお願い。どうぞどうぞ。ショボさんとホロンさんがリアクター側に行ったんだよね。はい、はい、じゃあ行ったぞ。で、この2人は死体探しに行ってるからないと思うのよ。で、うん、その2人がリアクター側に死体を探しに行こうとした瞬間に、カフェの扉閉まったんだよ。これね、多分ね、カフェテリアのボタンの周りにいる人が死体見つけられたくなくて扉閉めたんだと思うんだよね。あー、なるほど。だからカフェのボタンの周りにいる4人誰？俺も。シャガさんとカツさんもいたよね。うん、いるよ。うん、あと1人。俺もいた。アイセンさんじゃないですか？うん。うん、いやでも、待って。その中で可能性があったら俺だけだよ。カツさんとアイセンさんはないよ。その話、容疑者増えるだけじゃね？だって4人も増えちゃったよ、容疑者。いや、待って。いや、でもその流れだったら俺以外ないよ。笹さん、あ、勝さんとアイセンさんは俺メドベーの通路から見てて、ずっとカフェ、あとなんだかオフェンスみたいな場所、ウェポンかのラインにいたから。いや違うと思う。いや俺はでも、いや俺はアイセンさんから多分だいぶ白出してもらえると思う。うん、多分違うと思うけど。勝さんは、勝さん情報全然出てなくない？いや、なんか俺は出す必要がない。勝さん右回りだよね。勝さん関係ない、勝さん関係ない、うん、あ、関係ないんだ。俺の情報今必要ないから、はい、今の流れで言ったらヘンリーさんとホロンさんと俺だけだよ。あ、そっか、俺はヘンリーさんの方が確率高いかな。あ、もしなるほどね。あ、分かった。整理できたね。うん、整理できた。で、うん、ヘンリーさんか、ホロンさんか、俺。シャカさんか、ホロンさんだよね。そうで、ホロンさんはだいぶずっと怪しい動きはしてる。シールズの奥行ってみたり、角待ちしてたり。シールズの奥。いや、今のあれ良かったっしょね。今の洗い直しは良かったよね。いや、微妙。容疑者。ああ、じゃあ俺ホロンさんに俺張り付いて、俺殺されたら誰か積んなきゃいけねえってなった時にホロンさん積んなきゃってなってくれるかな。角待ちしてんじゃね？あれしてない。ホロンさん歩き回ってるな。これはね、信頼を勝ち取りに来てますね。誰かに見てほしいんだよな、俺がホロンさんと一緒に動いてるところ。もう逆に俺タスクやんないわ。どうや頼む。これでいいやろ。俺の役目終わったやろ。ちょっと発見してもらってもよろしいでしょうか。発見してもらってもよろしいでしょうか。これ時系列ぐちゃぐちゃになるやつだな。ちょっとやっちゃったかな俺。これ時期尚早だったかな。まあそれはしょうがない。それはもうどうしようもない。あらあらららららら、あら、間に合わねえ。死体見えてたのに。俺殺されに行ったんだけど、笹さん見つけれんか。いや、マジで遠かった。ロングでさ、俺、釈迦さんのさ、死体
対さ、アッパーエンジンでこっからもう見えてんのに必死こいて走ったのにマジで間に合わなかった。よかった。どこで死んでたんすか。どこで死んでました。ウェポンで死んでた。あー、ウェポンかー。いやもうね、ヘンリーさんがアッパー側からこっち来た時点で、あ、これ絶対誰か死んでると思ってこっち戻ったんだけど間に合わんかった。でもね、リアクター鳴る前だよ。リアクター鳴る5秒ぐらい前。本当に俺が死んだ。俺もリアクターの前にいたから直さざるを得なかったんですよね。あー、なるほどな。俺もリアクター鳴る直前でアドミンで殺された。そうですね、僕がヘンリーさんとホロンさんだったのか。ヘンリーさんのねリアクターがめっちゃ噛み合った。どっちかだとは思ってたんだけど、どっちもだとは思わなかったな。ね、どっちかだったんですね。1キル目は僕っすね。やっぱそうですよね。はい。どこで殺されてました？メドベーの一丁奥でショボさん通り過ぎましたね。あ、見えてなかったっすね。見えないっすね。あのこのパソコンの前とかなんで、多分見えないっすよ。マジか。そこで死体が転がってたら、多分このベッドが邪魔で見えないっす。なるほど。ああ、確かにわかんないかも。確かに見えない。うわー、FP みたいな見えると思いつつ見えないんだこれ。ここか。あれか、みんな広く見ようとしてちょっと下がるからそのせいでここになったのか。マジか。なるほどね。ホロンさんも気づいてなかったでしょ、メドベーで死んでるの。あ、気づいてなかった、気づいてなかった。気づいてないですよ。ホロンさんなんか横向きながらこうやって通り過ぎてきましたからね。カニ歩きでいねえなみたいな感じで。そうそう、あ、いないなって。ヘンリーさん早く1キルしてくんないかなって思いながらこう通った。クリアリング足りなかった。来てたんだ、ここ。そういうことだったんですね。そうそうそう。これインポスターだけ死体引きずって歩けるようになってほしいな。それはずりずりずり。スパイものだ。ずりずりずりって。まあそれで血の跡とか残ったら重いですけどね。どっかに捨てられるみたいな、角っこの方に。おまんぐ。そうですけどね、G モッドでここまで再現できてるんだったら、ちょっとコードいじるだけで。いやもう、グラビティガン入れるだけでできるでしょ。ブーブーブー。確かに。あれ入れたら。レポートされそうになったら、そういうことじゃ、ロケランとか追加されてきますから。グラビティガン。O2 のこことか絶対わかんないじゃん。米田原の間とか大津にある米田原。ああ、これね。ああ こことかでこことかに隠されたらさ。いや、ここはマジでわかんないけど、絶対ここパッと見ただけだったらわかんないですよ。ここは入らないけどな、さすがに。これわかんないですね。なんかちょっと転がるから、なんか最終位置からちょっとだけ動きますよね、なんかコロンって。いやでもね、このね、一人称でやっぱりインポスターだってわかってる人、今から殺されるんだって思った瞬間の恐怖すごいですね。あの見つめ合いながら逃げてるし、そうそう、後ろ歩きするやつ、ね、辛いっす、あれ。じゃあ次行きます、大丈夫ですか。行きましょう。はい。